にいろんな方に教えています。以前はプロのサッカー選手と、まあ、サッカーの指導者ですね、プロのサッカー指導者をやってました。そうですね、まあ、基本サッカーの仕事なんですけど、まあ、スポーツの世界で、日本が世界で上位に行くためには、まあ、育成年代からシニアまでの日本のフィットネス文化を深くたいと思って、この仕事を始めました。まあ、自分はプロサッカー選手になったっていう、まあ、夢を叶えてる人間なので、まあ、本当に子供たちだと、その夢を目指している人にどういうふうに夢を目指して、どういうふうに目標を持たせるかっていう、まあ、講義だったりとか、まあ、あとは、まあ、本当に自分のフィットネスのある周りの地域、まあ、学校だったりとか、行政、まあ、スポーツ協会さんだったりとかと一緒に、まあ、トレーニングの素晴らしさだったりとかっていうのを一緒に教えて、地域貢献していければなと、自分の経験を。そうですね、今の仕事をしてなければ、どっかのサッカーのチームのコーチをやってるかなと思いますけど、そうですね、やっぱり、まあ、本当にサッカーの話になってしまうんですけど、ボール一つですごい世界中とつながれるっていうこともありますし、まあ、僕の中では自分の人生のもうサッカーっていうのがあって、まあ、そのつながりもそうですし、あとはいろんな人と話していろんな情報を得るっていうことはすごい自分では大事かなと思っているので、それに本当に、まあ、つながりイコール僕の中ではサッカーかなと思います。まあ、ちょっとそうリラックスとかっていうことではないんですけど、まあ、自分が、ね、指導に携わったところですごいいい笑顔をしてくれるお客さんがいたりとか、子供たちがいるのが僕の中では生き生きかなと思います。まあ、僕は群馬県の人間ではないので、非常に、まあ、十何年、十四五年いますけど、まあ、群馬はすごい大好きです。まあ、いっぱいいるんですけど、まあ、本当に影響を受けたのは永田英寿サッカーで、はい、自由は、まあ、今その、ね、いろいろバーラとかありますけど、なんか自由にこう発言できたりとか、なんか質問できたりとか、なんかそういうのって自由なのかなと思います。